北朝鮮のキムヒョクボン、パクシンヒョクペアです。やーナイスボール。パクシンヒョクのサーブ、松平のレシーブ、バック、ストレートに打ち抜いたはね、成長しましたね。いやもう世界ランクも自己最高の12位ということなんですが、はい、この大会に入ってさらに切れ味増してませんか。はい、もう、おカウンター、電光石火のこの攻撃、さあ押し込んでいくチャンスのターン、このサービスで点を取れます。払ってきた、止めている岩返す、マッチゲームをこの日本、岩松平取ってみせました。ナイスコース、岩のドライブ決まった、左キープ、ストレートへ、ゴールス振っていく、惜しい、あ惜しい、行くストレートへ返した、カウンター、ここも返した、そして第3ゲームです。バックハンドストレートへ返していく、岩のフォア、岩のサーブからパクのレシーブ、松平打っていく、バックハンド強振、もうケンタがこうフルスイングですね。はい、いいですよ。いや松平のサーブでキムのレシーブ、あー逆コース、レシーブ岩、チキータレシーブ、ストレートへ決まった、このいいコースつきますね、はい、よくやりました。あ今度は庭のサーブです、レシーブがパク、切れた、さあドライブの引き合いになった、前に出た、には松平打つ、さあ押し込む日本、よっしゃ、よし、いよいよですね、いやーいよいよですよ本当に、ストレート打っていた、この大会序盤は松平健太動き悪かったんですが本当に良くなりました。いやいいですね、ですよね、そうですね、もう6年組んでるこの2人います、メダルへあと1ゲームとしてはナイスゴール、これはこの蘇州の舞台、引いたレシーブ、ストレートへバックハンド振っていく、リード、名前の横の数字がこのゲームの得点、その横の丸がゲームカウント、よーすごい、ただ1回転ですよ、見ましょうこれ、これが庭の天才と言われるゆえん、なんでしょう庭のサーブ、サンキム、あれゴール、庭のサーブです、岩のドライブ、松平連続攻撃、日本左右に振っていく、ストレートへ岩はクロスに行った、今度は逆に左右に振っていく、岩が攻める、松平も打つ、北朝鮮も狙ってくる、松平よっしゃ、メダルにあと一歩というところ、頑張れ北朝鮮、キム・ヒョクボンのサーブ、松平レシーブ、いけ、ナイスゴール、決まった、仕方ない、一歩、北朝鮮がゲームポイント、サーブが庭です、レシーブが決め、松平払っていく、よあのねチキータじゃなくて長い続き、はい、キムがびっくりしたような感じですね、あ読みを外しますね、こんなレシーブ来るとはと、さあケンタ3球目いけ、さあ1点だ、松平ナイス、よっしゃー、2大会連続の、まあ苦しみましたけど、はい、やっと取りましたねメダルを、宮崎さんが監督の時代からこの2人ペアを組んで期待されてきました、そうですね、世界で一番速い高速卓球のペアということでね、はい、作り上げたペアなんですけど。